皆さんこんにちは、ワンダーレビューです。アトモス社のタイムコードシンクウルトラ1に関する動画を何本か上げています。気になるものがあったらぜひ見てみてください。本日はこちら、GoPro のタイムコードについて見ていきたいと思います。最近出た GoPro12 でもタイムコードが正式サポートされていますし、GoPro 以外のアクションカメラもタイムコードをサポートしてきています。 今回はこちらのアトモス社のタイムコードシステムズウルトラシンク1とウルトラシンクブルーを使って GoPro のタイムコードを見ていきます。こちらの方何個かやり方があったりそれぞれちょっと癖があったりするので非常に面白い動画になったのかなと思います。ぜひ最後までお楽しみください。それではまず GoPro のタイムコード どのののよううに使うことができるのか4つの方法を今回試してみましたまず大きく分けてジャムシンクっていう取り始めるとき最初にタイム同期をしてしまってあとは GoPro の内部時計でタイムコードを刻んでいくっていう方法とあと今回アトモス社の特徴であるリアルタイムな動機ができるっていうのを使ってずっと音声でタイムコード情報を入れながら GoPro でタイムコードを記録していくという2つの方法があります。 でこの中で、まずジャムシンクの方から見ると GoPro が QR コードでタイムコードをするというのをサポートしているのでこのタイムコードでジャムシンクをするそしてもう一つは音声の入力を入れて LTC っていう信号でまず最初にジャムシンクをするという方法あとは えー、3 5ミ、mm、リの音声のケーブルをずっと GoPro につけっぱなしにしてリアルタイム同期をしているような状態でタイムコード同期をするという4つの方法があるのでそれぞれ試していきましたまず GoPro なんですけども11までの GoPro はそのままタイムコードが使うことができませんここでラボ版というのがあるので GoPro ラブスっていうところに行ってこの ラボ用のファームウェアをダウンロードしてきて GoPro の SD カードに保存します。あとは GoPro の電源をオンすると自動的にファームウェアのアップデートが入るのでこのラボ版のファームウェアが利用できるようになります。特にデメリットないと思いますが起動時にこのようにラボ版を使ってますよっていう注意メッセージが出るのでそれが通常版のファームウェアと違うのかなと思います。このラボ版のファームウェアが入ってしまうとあとはタイムコード同期 が利用できるようになりますでは実際に GoPro のタイム同期を少し見ていきたいと思います。で、まず何個かやり方あるんですけど QR コ,ード QR コードのシンクを見ていきたいと思います。QR コードはこういうふうに QR コードをこちらもウルトラシンク ブル、えー、Blue、のスレートっていうアプリがアトモス社から提供されているのでここでこうタイムコードを QR コード表示させて GoPro に移すということをしますでこれ GoPro にも移すとそのまますぐにタイム同期が実施されます今 GoPro11 でタイム同期してますがこのようにこうチェックが入って QR コード読みましたっていうのでタイム同期できています それでは続いてこの 3.5mm の音声入力でタイム同期をしたいと思います。こちらマイクアダプターを使って GoPro の方に音声を入れていきます。でこういうふうに入れるとタイム同期されたっていうふうに分かるようにこの時間の表示がされます。一度抜きます。抜いたときこちらジャムシンクになったっていうのであとは内部の時計でずっと動いた状態になります。もう一度入れます。 これを入れっぱなしにしていると、えー、リアルタイム同期として、まあ、GoPro がこのままタイム同期した状態、タイムコードを使えるということになります。ここで抜いた瞬間にジャムシンクということで、どのタイミングでジャムシンクされたかっていうのが表示されます。それではですね、今回非常に興味深かったタイムコードの正確さを少し見ていきたいと思います。 でこちらの方なんですけども先ほど紹介した4つの方式で見ていくと、えー、まず QR コードの方を見ていくと実は9と11で精度が全然違いましたこちらの方今回もう何回も10回以上もう何十回とこう試して精度の方を見たところだいたい同じ結果で収まったのでそれを紹介してみたいと思います GoPro9 の方がだいたい30フレーム1秒 ズレるとといいうことが分かっていますあと GoPro の11の方はだいたいプラマイナス1フレーム0フレームというのでまあそんなにずれ、あのー、はないのかなと思います。それでは2つ目の 3.5mm の音声ジャックでジャムシンクした際なんですけどもこちらシンクした時点でだいたい 40フレーム程度ずれるっていうのが何度も検証した結果で分かっています。なのでちょっとこれは使えないなと使いにくいなという感じがしています。1秒同期した時点でずれていると音声ファイルと当然ずれてしまうのでんこれは少しできあのー、あまり実用的ではないのかなと思います。 なので2方式目も無理ですしそのずれた状態でリアルタイム同居をしても、えー、あまり意味がないので3方式目も、えー、実質使えないのかなと思います。で4方式目は音声のファイルが動画ファイルの中に残っています。でこの LTC のタイムコードの音声データを後からコンバートするという方法があります。 こちらの方は LTC のコンバート、一般カメラの方で詳しく説明しているので、ここで説明は割愛しますが、 この後から音声を変換してタイムコードを生成することによってこれは当然もうアトモス社の正確な時間を刻んだものが乗っかっていますのでプラマイナス1フレームなり0フレームっていうもうほぼズレがない状態のタイムコードが生成されます。なので今回は QR コードのこのタイムコードとあと3 5ミリのこの音声で入力したタイムコードこの2つが利用する候補になるのかなと思います。 先ほど少し話をしました QR コードでのタイムコード同期、GoPro 9と11で大きく差がありました9の方はなんと30フレーム約1秒の差があると。そして11の方は1フレームなのでまあそんなに差がないとだいたいリアルタイムあの良いタイムコード同期ができているという状態になってました で、気になったのが、当然ジャムシンクなので、初めのシンク後、長時間経つとどうなるのっていうのが非常に気になりました。で、これ、長時間テストするために、だいたい12時間ずっとテストをしました。で、テストをした結果、分かったのがこちらになります。で、こちらの方、見てわかる通り、新しい機種である GoPro11 の方が、誤算の度合いなり、どんどんこう時間がずれていく度合いは少ないのかなと思います。 最近出た GoPro12 だとこの誤差どれぐらい出てくるのか非常に興味があるところです。それでは最後に GoPro でタイムコードを利用する際の方式をまとめておきます。今回比較は方式1と方式4です。方式1はこのウルトラシンクブルーならではのジャムシンクを用いた方式です。こちら iPhone のアプリから GoPro で パッとそれを撮影してタイム同期をジャムシンクします。タイムコード自体は GoPro の中で生成されてファイルにもうタイムコードが書き込まれた状態となります。もう一つの方式は UltraSync 1の方で3 5 m m ジャックを用いて LTC の信号を GoPro に入れます。ここで GoPro で内部でタイムコード生成をすると遅延が大きく発生するのでそのまま音声ファイルとして収録します。 収録後音声ファイルをパソコンのコンバーターを用いてタイムコードの生成を行います結果はここの通りです GoPro9 と10で大きく結果が異なるということになりましたそして当然フルタイムシンクの方はほぼ誤差がないという非常に正確なタイムコードを利用できるといったメリットがありますそれではここで最後にこの比較を見て個人的な意見を共有しておきます ここでやはりタイムコードなのでズレが少ない方がいいというのは絶対なのでこの方式4がすごく優れていると思います今回は GoPro なのでこの GoPro の利用シーンというのを考えてずっとこのタイムコードの機械を持ったまま GoPro とタイムコードの機械 を接続したままアクティビティするのが難しいというケースもあると思います。その時にやはり今回のようなジャムシンク、そして手軽にこの qr コードでシンクできるというのは魅力的な機能かなと思います。その他は今持っている機材に対して、このウルトラシンクブルーなのか、ウルトラシンク1を使うのか、こちら機械が変わってくるので、今後どういうシステムを組んでいくかということによってまあ、選択する方式が変わってくるのかなと思います。 あとはですね個人的にはこの GoPro11 の少しのズレというのも大変魅力的です。あと気になるのはやはり GoPro12 最近出た GoPro12 がここをどれぐらいこのフルタイムシンクに近い精度でこうタイム同期が運用できるのかというのも大変注目すべき点かなと思います。 本日の動画いかがだったでしょうか私自身本当に気になっていて、この QR コードシンクがどれぐらい使えるのかっていうのが本当に気になっていました。なので今回の検証結果で、まあ私自身 QR コードでまずは利用するのが、まあ全然実用に耐えてるのかなと思ってます。 それぞれ利用シーンだとか使う目的によって全然この結果を見てどういう方式がいいのかっていうのは人それぞれだと思いますが皆さんの検討に少しでも役立てたらなと思いますこのほかこのようなタイムコードに関する動画を今回いっぺんに何個か作っています気になるものがありましたらそちらの方もご視聴くださいそれではまた次の動画でお会いしましょうじゃあねバイバイ